はい、こんにちは、チェチェチャです。今回は11月の大量発生のイベントの詳細と事前に準備をしておきたいこと、またイベント情報をもとに追加されるのではないかと予想できる亜種のお話もしたいと思います。まずはイベント情報です。ドロンコまみれで大騒ぎ、ジュラトドスを討伐せよ。11月初秋の週末の3日間、ジュラトドスが大量発生します。日時は11月の3日金曜日17時から20時まで、11月の4日土曜日13時から16時まで、11月の5日日曜日13時から16時までです。このイベント期間中は沼地エリアでジュラトドスの出現率が増加するほか、イベント期間中すべてのエリアでモンスターの再出現までの時間が短くなるそうです。全エリアでモンスターの再出現までの時間が短くなるという文言、読み取りが難しいですよね。これまでは大きな公園のみ1時間でモンスターがポップし直すという仕様だったんですが、この期間中公園以外も1時間ポップということでしょうか。それとも20時とか16時とかのイベント期間の終了時間にモンスターがポップし直すということを指してるんでしょうか。これによってガチ勢の方はイベント時間中に選ぶルートが変わると思うので、事前にアナウンスがあれば嬉しいですよね。このイベントの注意事項としましては、参加条件がハンターランク11以上ということです。また内容が変更になる可能性もあるそうです。ジュラトドスに関しては亜種が存在しないので、飛びかかちの大量発生と同様に亜種は登場しないと予想しています。11月のイベント情報で現在出ているのはこちらのイベントのみです。続きましてイベント対策です。ジュラトドスの弱点属性が雷なので、属性を育てている方はこの機会に雷属性の武器を中心に育てるというのもいいかと思います。雷属性のライト防眼装備に関しましてはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。また実はジュラトドスは水属性も有効です。ジュラトドス狩猟開始時は非常に肉質が硬くダメージが出しづらいんですが、水属性の武器で攻撃をすることで泥を簡単に剥がせるので肉質を柔らかくしダメージの通りをよくできます。なのでマルチプレイにおいては水属性を担ぐというのも全然ありなんですよね。水属性ライトボウガンの装備に関しましてはこちらの動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。私はイベント対策で水属性のライトボウガンを育てています。最後に今後の予想です。おそらくではあるんですが、このジュラドドス大量発生イベントの後にさらに亜種を含む大量発生イベントが来ると思います。その亜種ですが、候補が3種類います。第3候補がアンジャナフ亜種です。アンジャナフ自体がジュラトドスの弱点属性である水属性というのと、アンジャナフ亜種の弱点が氷属性と、ディアブロスにしか強く当たることができない氷属性の武器が活躍するからです。しかしアンジャナフ亜種は雷属性であるため、12月に雷属性の陣容画が追加されることがほぼ確定していることから、このタイミングでアンジャナフ亜種の可能性は低いようにも思います。また武器種によっては氷属性の武器がまだ作れないという武器種もあるんですよね。なのでアンジャナフ亜種は第3候補とさせていただきました。第2候補がパオルムー亜種です。パオルムー亜種の弱点属性が水属性なので、ジュラトドスの武器を強化する意味があるからです。ただ一つ口述しますが、パオルムー亜種に関しては懸念点もあります。第2候補ではありますが第1候補とほぼ僅差です。そして最後に第1候補リオレウス亜種です。リオレウス亜種の弱点属性は竜属性と氷属性なので、ジュラトドスイベントと関係はありません。なんですがリオレウス亜種は実はモンスターハンターワールドに登場した亜種なんですよ。現在モンハンナウはモンスターハンターワールドをベースに作られています。もちろん他の作品からモンスターが登場する予定というお話はあるんですが、現状はモンスターハンターワールドの仕様なんですよね。
そしてモンスターハンターワールドの拡張コンテンツであるアイスボーンにはアンジャナフ亜種やパオルム亜種、トビカガチ亜種などが登場するんですが、モンスターハンターワールドで登場した亜種は実はディアブロス亜種、リオレイヤ亜種、リオレウス亜種の3頭だけなんですよね。現状トビカガチ大量発生の時にトビカガチ亜種が出なかったということを考えると、リオレウス亜種の可能性の方がこの理由で僅差ではあるんですが高いんじゃないかなと思うんですよね。ただね、来年が辰年なのでリオレウスの大量発生イベントお正月に来そうな気もするんですよね。そう考えるとやっぱりパオルム亜種なのかなとも思ってしまいます。いやー、どうなるか今から気になってます。もしパオルム亜種が来るということであれば、おそらく武器に睡眠属性が追加されると思うんですよね。睡眠属性がもし来るのであれば、コンシューマー版の仕様と同じになるかも気になるところですよね。普通に睡眠を今まで通り入れ込むのであれば、睡眠モーションがあって、その間は攻撃し放題で、目を覚ます時の攻撃の初撃が2倍か3倍のダメージみたいな感じになるんですが、それだとね、麻痺との差別化がなかなか難しいですよね。コンシューマー版はね、オータル爆弾があったりとか、あと時間制限に余裕があるから体験さんが新溜め切りを貯めてから攻撃するみたいな感じで遊べたりもするんですよ。なので、まあ、何かしら回数制限ありで自動で使えるオータル爆弾とか、まあ、そういったアイテムとか要素とかを睡眠属性の場合は入れ込める拡張性があるとも考えているので、それも含めてね、まだ早いかなと考えておりますが、ちょっと考えすぎでしょうか。リオレウス亜種の場合は、まあ、ほぼほぼ竜属性の武器になるかなとは思ってます。あとまあこれは可能性として少ないかなと思うんですけど、ジラトロス大量発生の時にボルガノスが登場する可能性もなくはないですよね。ただボルガノスは決してジュラトドスの亜種というわけではなく、完全に別モンスターなので、まあまあ可能性としてはかなり低いかなと思います。とりあえず今やるべきことといたしましては、最近ね、暑かったり寒かったりと寒暖差も激しいですし、インフルエンザなども流行っておりますので、今一番やるべきこととしましては、体調をしっかり管理してイベントを全力で楽しめる状態にするということかなと思います。ということで今回は来月の大量発生イベントの詳細でした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンスターハンターNOWの動画投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。